はい、のみさん、こんにちは、もち TV です。ということで、今回はですね、こちらのガチャですね、スペシャルエージェント、サッカー日本代表スペシャルエージェント、こちらのガチャ引いていきたいと思います。これはね、サブアカで、そうだね、ちょっとこの日本代表のやつ、はい、ガチャ引いて、うん、日本代表スカットみたいな感じでマイクラブに挑戦してみようと。そうだね。いうことで、これでね、レート上げみたいなのをしていこうと思います。レベル50で来るんでね、なかなかレベル的には高いんじゃないかなと、日本。まあ、黒は、これは下、あ、これ。あ、これ引いてねえんだ。あ、なるほどね。まあいいや。サバーカなんでね、まだ引いてないやつがあるんですけど。これやな。そうだね、これ、これが黒が0。え、長谷部金じゃん。長谷部が金で。能力値見るのまだ後にしよう。そうだね、香川とか金で。レベル50で来るからね。そうだね、大阪広くて。おい、本田銀やん。本田銀だな、ついに。大阪いるやん。大阪日本の柱になれ。いや、え、35人だ。そうだね。欲しいな結構。さあ、ちょっと引いていきましょう。これ面白い、ね。まあ、とりあえず大阪、本田、香川、ここら辺引きたい。そうだね。いや、ここら辺来たらマジ当たりなんじゃない？これはあれじゃない？急に？いや、これ確定じゃないでしょ別に。こういう音楽が流れるんだよ。あ、そうなの。さあ。はい、小林優現れた。ちょっとベンチ。ちょっとベンチ。あ、でも82、81、いや、50だからあるわ。なめんなって言われるよ。戦えるな、普通に。いいね。いいね、顔似てるわ。え、177なの？うん。意外とタッパないな。今 J で活躍してるしね。さあ、78です。いいよ、全然いいわ。いや。やっぱレベル50いいね。うん。マジでいいわ。なんなん、あの音楽。わからんな。これ、スペシャルエージェントだから流れるのか。今日、日本代表戦があるんだよね。ニュージー。ああ。なかなか最初の方聞きたくねえわこれで。いや、どうかいお前。あ、ここはどうがもうデフォみたいになるのかな。え、さあ誰だ。遠藤航。えい、今選ばれてるしね。81、80、瞬発もまああっていいね。これいいボランチ、日本の中ではね。使うよ俺は。マンマークあります。さあ、いいね、フォワードとボランチ来ましたね。できれば香川とかね来たいけど、黒玉が 0% だから香川と本でやかもしれない。そうだな、あと乾。まだ流れるこんな。長谷部シロがいる。シロがいるやん、たまに。誰だ、金に見えるんだよな。おお、ジャンポケ。ちょっと、え、選ばれてる。選ばれてない。まあ、あ、結構能力高え。え、おたけ。え、カーブ、あ、高え。決定力はめっちゃ低く設定されてるけど、あ、全然いいじゃん。え、これ何レベルまでいくの ?50 マックス。58。あ、5、いいね。80までいきそうだな。ちょっとまだ主力が来てないな。主力、まあね。まあでもそこはまだ、お前、度あたりだから。さあ。ほんと来い。毎回これ聞きたくなっちゃうよね。これ特別なんだね、多分。この音楽。そうだね。特別なんだね。動画多い。まあ、やっぱなかなか銀とか。おーい、おー、来た山口翔太郎来ました。81、80、フィジック。スピードがないの？スピード結構ある感じなんだけどな、蛍って。そんなにスピード評価されてね、いいね、結構速いと思うんだけど、足。あ、いいね、いいね、いいね。いや、蛍はいいよ。長谷部。長谷部、金だからな。そう、一丁前な。やっぱ評価が高いってことなのかな。銀だったよね。銀だった。お前は。長谷部が金って初？ああ！ずれるってある？ねえか。島崎がいる。さあ、あ、浅野じゃん。ジャガーじゃん。ジャガー、え、これスピード。おお、速い。あ、ジャガーは持っといていいわ。ジャガーみたいなタイプが一番上で生きるんだよね。顔めっちゃ似てんな。うん、ジャガーみたいなタイプが一番上で生きる。なぜかというと、あの、なんつうの、初戦パスとかはさ、こっちがやってやればいいから。うん、いいよね、一番使ってみたい、ウィールで一番使ってみたい男じゃない、朝の。早いから、マジで。ブサ出てくる。ブサ、うん、ブサはいないな。大阪ででででー、大阪、大阪、大阪。ちょっと待って、銀一回も出ないじゃん。うん、あ、銀出たか。うん、出ねえな。そう、倉田、倉田シュー来ました。あー。倉田修も俺結構いいと思ってるからな、いいね、普通に。うん、全然なんか、なんで呼ばなかったら呼んだりするんだろう。いや、でもあそこが層厚いんじゃない。うん、でも層厚いけど、この選手はいてもいいと思うんだけどな、別に。
まあ、なんか高萩呼んだりね。そうだね、なんかいろいろ使い回してるけど安い。さあ行こうぜ。ホンダ欲しいな、マジで。ホンダとかマヤとかさ、川島とか。金がね、金がやっぱ、やめてね。いや、おいおいおい、さすがに銀出てこいや。どれ丸山か。あ、でも結構能力高いぞ。代表じゃないよな。うん、あ、でもなんか左利きなんだよね。なるほどね。センターバックには珍しい左で、ハリルがねこう言ってたよね。なるほど。いやセンターバックだと、ま、やっぱマヤと庄司牧野、ここら辺が欲しいね。ちょっと待って、ホンダ来いや。ホンダ、あー銀だ。よし、よし、ホンダもう銀だろうな、さすがに。さあ誰だ。おお、豪徳、81あるぞ豪徳。80、あ、いいよ。顔がなんかもう、あの写真がさ超似てるな。いや、いいよ、豪徳ゲットしました。ちょ、日本代表っぽいユニフォーム後で欲しいな。アトランタだっけ、確かね、代表っぽいんだよ。なるほど。なんかあの、アプリで使ってる人いて、日本代表のユニフォームとかもね、くれりゃいいのに。一緒に、うん、弾から出てくれいいのに。ユニフォームとか言って。さあ、来い。いやー、金が、あー、危ねえ。ホンダ、ホンダ、ホンダ、ホンダ。銀来い。あ、あ、いや、あ、久保や。久保や。あ、でもいいぞ。久保も、決定力あるんじゃないの。え、ないの。82じゃん、決定力。やべえな。高いよね。あ、いいね。悪くないわ。はい。ワンタッチシュートありますよ。いいじゃん、いいね。さあ、いいね。集まってきてる。ただ俺、ホンダ香川みたい。そうだね。本作のホンダがどんな感じになってるのか。重いのかな、やっぱ体はちょっと。いや、ちょっと重く設定されてたら、たまにすごいいいシュート決める。あー、金が。あー、銀祭りだ。吉田、ホンダ来い。あ、あ、吉田だ。よし、来たー。だからこれは日本のね、本当に。おー、91ジャンプ強くね。足も速いんだけどな、実は。え、待って、結構強いじゃん。強い、レベル50だもん。だって普通に、え、普通に強いじゃん。これね、ミソレベル50だから。スピード80だよ。うん、日本代表で目指すんや。闘争心持ってます。いい、ね、たまにね、ちょっとなんかあのよくわかんないプレーするときあるんだけどやる気ないプレーよね。そう、基本的にはいい選手。海外の試合はすごい頑張るよね、自分のチーム日本代表のとき。あっ、森重誠。いやー、森重か。まあ森重今怪我しててね、結構日本代表に選ばれてなかったりとかもするんでね。うん、頑張ってほしいね、これからね。まあいいよ。でも森重もまず元組んでたから、うん、ワンチャンボランチしてたから、ね、全然あるからね。はい、最初安いんだよね、750とか。まあそりゃそうだ。いやー、マジでホンダ怖い。ホンダ大阪は失礼だね、本当に。日本どうね。まあまあまあ、なかなか金来ないね。うん、2人しかいないからね。おお、上田だ、出た。いいぞ、守備熱くなってるぞ。ボール出し高い、ジャンプがすごいらしい。上田スピードも高いね、結構。上田のジャンプやべえって聞くけど、いいね、似てるな顔も。うん、闘争心持ってる、やっぱり。やはりか、次期日本代表のセンターバック。うん、まあもうちょっとね、ボールさばけるといいんだけど、足元がね、もっとあれば。体とか申し分ないんだけどね、うん、さあ来い。金、金、あっ、誰、あっ、キーパー、あ、そう、キーパーいなかったわ。あ、東口じゃん。いいじゃん、なるほど、なるほど。 OKOKOK。 ああ、結構高い。まあまあ50だからやっぱりそれなりにいいぞ。あれかな、銀、ドータマかな、キーパーで全部。川島なんだったっけ。川島はさすがにドータマか。これじゃない、これニョキーでなんかすごい出てきたからびっくりしちゃった。さすがにドータマか。川島、どうだ、ね、あ、どうなんだ、じゃあ変わんねえな、うん、あ、キーパーじゃあれだ。いや、この辺来てないじゃん、この辺。行くよ、行くよ、お前来いや。俺ホンダ欲しいよ、ホンダを。絶対ホンダ欲しい。ホンダ使わないと始まらないよ。来い、来い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 。あ、
いやー、来るぞ。よしよし、ホンダ。あれ、インスタール、ホンダじゃない、インスタールってこと。あ、坂井宏樹じゃん。来ました、今最も評価が高いサイドバック、うん、日本で来た。 いいよ、当たりだ。坂井インスタ入るんだ。ああ、なんでこいつピンポイントクラス持ってんの。そんなにクロスの精度が高いのか、これは。うん、日本代表だと著しく落ちるような気がするけど。そうだね。やっぱ外国の人と合わせるときはすごいね。背の高さとちょうどいい。投げるよ。いやー、演出あるんだね、やっぱり。それはある。さあ、金来い。いやー。なかなか来ないね。金で2個だよ。うん。あ、柏木来た。柏木か。ちょっと待って、これです。メンツ、いる？フォワードいるか、一応いるか。一回引き切ってみて、そうだね、ちょっと後でメンバーをね、最後にちょっと並べてみましょう、実際にね。監督の分の GP 残しておきたかったんだけど、まあ、あれか、まだ残ってる分があるか、ちょっと。頼むー。あっ、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 銀だ。ずれるとこないの、これ。ないのか。銀、銀、銀、銀。あおー、来たー、ケスケー、ケスケー、来たー。ボールコント85、キックルが85、グランダーパスは何が悪いの。じゃあ逆にスピードとか瞬発力68。あ、ちょっと動き出し遅いんだね、ダーさんは。これね、使いこなせるとね、いい味出すのよ。コンディションだよ、 3? やっぱ試合出てないもんで。準備してたけどね。うん、いや、いい、持ってるよ、やっぱりアウトスピードキック持ってるもん。いいですよ、来ました、エース。誰が言おうと日本のエース。いや、使うんや、ご両知る。ホンダとさ、あとさ、あいつ香川が来れば完璧やな。香川でも金だからね。そう、なかなか来ねえよ。いや、長谷部もなのよ。大迫来たよね。来てない。あ、来てない。久保が来た。久保、大迫もダメだよ、いないと。引こう引こう、怖い怖い怖い。さあ、日本、あー、どうたまいっちゃうか。柴崎とか、確かに柴崎欲しい。あ、キーパー、よし、シュウさん。西川の羽毛が来た。西川まあでも、キーパー調子悪くなったらやべえから、さすがにどうたまで。コンディションで行くの高いんだけど。うん、一応いいでしょ、二人いて、東口と。川島欲しかったな。まあ確かにね、言えば川島欲しかったけど、しないです、それは。後のね、またガチャで。これ1週間あるよね、時間。え、待って待って、もうあとさ、これ結構来てもいいじゃん。もう11%じゃん。来いや。ほんとだ。全然来ていいじゃん、いいじゃん。うん。白が1人で誰なんだろう。かかかかか。誰？あ、ウサミだ。ドリブラー来た。ちょっと待って、写真見て、写真の顔。ちょっと笑ってんだけど。笑うでしょ、それは笑うでしょ。俺来ちゃうんだ、ここでってなるでしょ。俺かいってなるでしょ。呼ばれてねえわ。おーい、ちょっと待って、実物の顔とこの差が、なんでこの、こっちのポリゴンの方がブサイクにすんの。写真よりブサイクなってるじゃん、ポリゴンの方が。ひどいな、宇佐美の場合。天才だぞ。もうちょいあるだろう。顔、なんでこんなブサイクにしたの。この時の顔でいいやん。この写真の時の顔で。いや、宇佐美か。いいね、宇佐美。いいよ。あと2回ぐらい引こう、GP で。そうだね。あ、なんか今スペシャルトライアルマッチみたいなやってんだよね。あ、そう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 、日本代表で挑むみたいな。あ、おー、そう、あー、勝ち、いいじゃん、揃った。うん、センターバックね。これ戦う時こいつ揃ってるぞって言われる。いいぞ。勝ちすごいね。ユナゴ北っていう確か高校なんだけどさ、うん、すごかったね、当時。全然強豪校じゃないけど、こいつがいたおかげでめちゃめちゃ強い。どこでもできちゃうみたいなね。なんか2人ぐらいいたんだよな、あの世代。いやー、くそー。あと1回。おい、金来い、金来い。銀、銀だったら大阪、大阪、大阪、坂ー、京都け、何してる。え、90じゃん、プレースキック。キッカーはこいつだ。うん。え、待って、強くね、京都け。強敵強え、なんで、どうしたの、金払ったの。コミッションアテナの6、エラシコピンボーイクロス、え、強えぞ。え、強いじゃん。あと1回引きちゃいます。あと1回も。うん、もう人いねえだろ、何人いんの今。
もう来てもいいんじゃねえか。白って15人だよ今、あと白だよ。白ってなんかあの新しく呼んだ井出口かいな、お前。井出口白にしてんのか、おい、こら井出口めちゃめちゃいいから、コナミどうなってんねん。とりあえずキープいや、お前もどうはいいって、どうは誰気になっちゃう、あなただ。学ぶ怪我したよね、うん、大丈夫かな。頑張ってほしいよね。あ、でもスピードと瞬発あるわ。あ、こいつも使いてえな。俺学ぶはさ、なんか今髪の毛伸ばしてるじゃん、うん、あの短い方が好きだった。なるほど。あと一回引くかな。一回引くかだってどうせほらもらえるんだよ。いや、金来てよ、頼むよ。長谷部みてえな。長谷部とあと加賀でしょ。加賀欲しいな、やっぱ。だってボランチアいるよね。あ、めっちゃ多い金が。いやー、いや、待って、大阪あ、いい、大阪じゃん、大阪じゃない、大阪じゃない、あ、え、胸トラで、おー、坂半端ないって。めっちゃ後ろ向きのボルトラップするもんね。てか全然レベル上がんないじゃん、半端ないって。すごかったな、鹿児島情勢。54しか上がんないよ、半端ないって。うーん、いやー、素晴らしい。ちょっと待って、ね、ちょっとフォーメーション組まない。そうだね、日本の買いが利かないセンターフォワード。いや、これまだちょっと引きたいな。そうだね、これちょっとまた戦って、うん、でもあと何人かでしょ、もう10試合できるからね。でも10試合こいつら契約しなくていいから、うん、さあ、いや、監督をどうするかだよ。でもフィッシャーじゃ無理かな。まあ、こんな感じだね、今とりあえず、うん、ちょっとまあパッと組んだ感じは、まあ、こんな感じなんで、やっぱり坂井宏樹がね、相当能力高いね。そうだね、総合値か。まあ大迫ゲットできたし、本田ゲットできたし、まあ良かったかなということで、ちょっとね、次回はあの監督を獲得して、 B ソーダと確かもうマネージメントというか、あの相性を上げる薬がバッて出るじゃん、うん、なんで、あのそれ、お、レイブ着るわ。おー、すごい。それを使ってちょっと今来てるあのオンチャレ買いに行く、うん、オンチャレやろうよ。そうだね、オンチャレやって、日本代表を使っと、なんか日本代表のメンバー入れるとなんかボーナスでもらえるみたいな、はい、イベント来てるんで、それをね、今回で次回はやっていきたいと思います。ということで、また次回のご視聴、さよなら。バー